家族も友人もいないこの町に来て13年。お仕事は今どんな仕事されてるんでしょうか。風俗系のお仕事、風俗店員ですね。一般職をやっていた時期っていうのもあるんですけど、結局その父親のことが、バレてしまって、人殺しのその息子っていう特殊な立場の人間を雇うことは難しいっていう形で、クビになるってことが結構多くてですね。大山博人さん34歳。父は人を殺した。殺されたのは母だった。全ては22年前あの夜から始まった。大山清隆死刑囚、2000年3月2日12歳の息子を夜釣りに誘った。僕が急いで釣り具を準備して、お父さんとお母さんが乗る車に乗り込むと、お母さんは助手席のシートを倒して横になってましたね。だから僕は眠ってると思ってました。車は港に着いた。母を車内に残して、父と息子は離れた場所で別々に釣りを始めた。お父さんの方から今海に何かが落ちたような音が、ボチャンっていう大きい音が聞こえなかったかっていうふうにお父さんから言われました。するとある異変に気づいて、それが何かというと、助手席で眠っていたはずの母親の姿がなかったんですね。その瞬間に僕は一気に血の気が引いたというか、青ざめました。警察の捜索が始まった。ほどなくして海面に漂う母が見つかった。海からすぐにお母さんは引き上げられたんですけど、本当に人形のようにぐったりしていて、お父さんが口にする言葉は、お母さんは大丈夫だからっていうことをもう繰り返し僕に言ってましたね。だからもうただただ必死っていうふうにしか見えなかったですね。妻を殺害し、死体を海に遺棄していたということが判明し、本日殺人死体遺棄事実で通常逮捕いたしました。助手席の母はすでに死んでいた。夜釣りに出かける30分前、父は母を自宅の浴槽に沈め殺害。釣りの合間に息子の目を盗んで遺体を岸壁から投げ捨てていた。人間じゃないって思いました。自分の子供まで利用するなんて。散々泣きわめいて、その後だんだんと湧き上がってきて、怒りだったり悲しみだったり、言葉ではもううまく表現できないような憎しみ、この手で殺してやりたいと思うほど憎い、その衝動ですね。父はこの2年前に自身の養父も殺害していた。その保険金をめぐる嘘の発覚を恐れて、ひろとさんの母も殺害し、合わせて7300万円の保険金を騙し取っていた。父が逮捕され、生活は一変した。人殺しの息子と呼ばれた。公園で寝泊まりし、盗みを繰り返す毎日。あの夜の母が頭から離れず、大量の薬を一気に喉に流し込んだ。お母さんごめんねと、こんな僕でごめんね、今そっちに行くからねっていう思いで、そういうことを頭の中でつぶやきながら、僕はベンチの上で眠りにつきました。それからどれぐらい経ったかは分かりませんけど、
僕は今まで経験したことのないぐらいの強烈な吐き気で目が覚めたんですね。その時に思いました。死ねなかったって。その頃、父に一審で判決が下った。死刑。6年後、最高裁で確定した。事件は今なおヒロトさんの生活に影を落としている。僕の住民票を置くためだけに借りてる家ですね。まあ、どういう経緯でか住所がバレてしまって来られたりだったりとか、あとはまあ嫌がらせのようなことを受けたりだったりとかっていうことが、玄関に殺人者の息子みたいな感じのニュアンスのことが書いてある張り紙をされたっていうこともありますし、これ以上のことがもし何かあった場合のことを考えるとやっぱり怖いなっていう。が、まあお父さんから届いた手紙ですね。まずはまあ手紙が届いてくれたことで安心しますよね。まあ刑が執行されてないっていうことがわかるし、まあ、父さんが生きてるっていうのをまあ初めて実感するんで。一審で死刑判決が出た17年前から拘置所の父とは手紙をやり取りするようになった。父からの手紙には息子の安否を気遣う言葉が並ぶ。きっかけは拘置所の父を訪ねたことだった。今までの憎しみをぶつけるつもりでした。もう一つ聞きたいことがあった。今まで父さんとお母さんの姿を12年間見て育ちました。すごく仲がいい家族で本当に愛し合っていたっていうのが、まあ、幼いながらも見て取れたんですね。あれまで嘘だったとは思えなくて、お父さんの口から直接殺した理由を聞きたかった。あれほどまでに恨み憎しみ続けた父親の姿があまりにも弱々しく変わり果てていたんですね。体は痩せ細り、プル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 震えながら涙を流してたんですね。お父さんは涙を流しながら僕に謝ることしかできなかった。当然僕もその姿を見てからはお父さんを責めるようなことは一つも言えなかったですね。父は母を殺したことを後悔していると語った。周囲から養父の殺害を疑われ、母から離婚をほのめかされたことが動機だったと話した。判決は、妻を失いたくないという目的のために殺害する行為は短絡的かつ身勝手であり、極めて自己中心的と指摘。母を奪うというこれ以上ない不幸を子供に強いた上、犯行の隠蔽に子供を利用する心情は人間として理解しがたいとして、死刑はやむを得ないとした。絶対に許すことはできないけど、生きて罪を償ってほしいっていうふうに思いは変わりました。
この日、父から小包が届いた。中には母が生前使っていた手帳やカードが入っていた。初めて手にする母の形見。殺害される1週間前のヒロトさんの誕生日には星のマークが記されていた。たかが手帳だし、たかがノートかもしれないけど、やっぱ嬉しいですね。ただ送ってくれたのが父さんなんで、でも形見を、まあ、送ってくれたのは父さんだけど、殺害したのも父さんなんで。受け入れると決めた父の罪。しかしそれは母への罪悪感を背負うことにもなった。脳裏に浮かぶのは面会で父から聞かされた母の最後の言葉。体は無理やりに浴槽に沈められて、その死ぬ直前にヒロ君って僕の名前を、ヒロ君と僕の名前を叫んだみたいで、でも僕その時まだ小学校6年生で、2階の自分の部屋で寝てて、助けてあげれなくて、なんであの叫びに気づいてあげれなかったんだろうって、今でもすごい叫びに気づけなかったこと、今でもすごい後悔してて。やり場のない感情を自らに向けた。両腕を包丁で切り刻んでいた。趣味の釣りは今も続けている。海釣りはしないですね。僕はやっぱり港だったりその岸壁に近づくと、あの日の出来事を本当により鮮明に思い出すので。入れ墨が見えますけど、体に入れ墨入れてらっしゃるんですか？そうですね、少し入ってますね。体にはもう一つ事件の跡が刻まれている。入れ墨っていうのはマイナスな部分しかやっぱりないと思うので、正直なのでこう少しでもこう結婚をしづらい環境に自分を追いやることが目的。そうすることでまあ自分の中で踏ん切りがつくというか、諦めがつくというか。清高の清なんですけど、あの僕の父親の名前ですね。まあ、己の命をもってしても罪は償いきれないと、まあ、死刑は受け入れるって言った父親の気持ち。なので罪人が首をはねられて朽ちた姿というか。なので逆にこっちはひろみっていう、まあ僕の母親の名前なんですけど、まあ、ひろみの実が入っていて、まあ、父に殺されてしまった無念とかそういったものを一応自分の中では表現しているつもりというか。家族は持たないと誓った証。父とも手紙のやり取りや面会は1年以上途絶えている。
判決が下ってからもうだいぶ経つんで、そろそろ執行されても本当におかしくない、まあ、ここでその面会をすることによってやっぱりお互いにこうついてしまう傷が深くなるというか、手紙を書けばやっぱり会いたくなりますし、うん、会ってしまえばやっぱりこちらも死に目に会いたくなるし、父親も死刑執行される前にもう一度ヒロトに会いたいっていう思いが芽生えてしまうっていう思いもありますし、お互いにこう何を言うわけでもなく手紙を書かなくなり、何も言うわけでもなく面会をしなくなりましたね。刑の執行が死刑囚に告げられるのは当日の朝。家族が知るすべはない。いつか来るその日に向けて準備を始めている。執行をもしされた後にこれを読み返しても多分自分の心が苦しくなるだけなんで、いい思い出として読み返すことはやっぱりできないので、まあ、今の自分にはもう必要ないなっていう感じですかね。で、周りには当たり前にあるもの、まあ、親だったり、まあ、家族だったり家だったり、まあ、当たり前にあるものがなんで自分にだけないのだろうっていうふうに、まあ、辛く悲しい気持ちになることしかなかったんですけど、まあ、今は純粋にそのお父さんと息子さんがキャッチボールをする姿を見たりするとやっぱり、まあ、自然とこんな頃もあったよなっていうのは思い出しますね。あの毎朝起きると一番最初に考えることは今日かもしれない。毎朝毎朝覚悟を決め直すというか、ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。